Everybody! 皆さんこんにちは、インディースギです。リフティング練習のお時間です。リフティング連続4回以上、4回を目指してください。まずはやってみます。ボールをなるべく同じ位置で、あんまり高くとかね、低くとかなりすぎずに同じ位置で蹴れるように練習してください。1、2、3、4。ヘッドストール、頭乗せ、3秒、やってみます。顎を上げすぎない、はい、そしてボールを乗せた時ですね、目線を上げてボールを見ます。髪の毛の生え際の、ね、位置にボールを置くと乗りやすいと思います。もう一回やってみます。ヘディング連続3回です。やってみます。目を閉じずに開けたまま、開いたままボールを追っていきます。そして髪の生え際ですねを意識して、その辺にボールを当てるようにやってみてください。それではもう一回やってみます。バウンスキャッチ、蹴るボールに内側の回転をかけます。こういう回転ですね。そして軸足のつま先に当てるんですけども、つま先は地面についたままです。最後に1回蹴ってキャッチ。インステップ、インサイド、アウトサイド、連続2回。なるべく移動しないで同じ位置でね、できるように動きをコンパクトにしてください。もう一回やってみます。できるようになったら動かないで、こんな風なトレーニングもしてみてください。それではまた、バイバイ。